スケート級原子力潜水艦はアメリカ海軍の攻撃型原子力潜水艦。ここで言うスケートとは滑る方のスケートではなくガンゲイのことである。ノーチラスの成功を踏まえた米海軍初の量産型原船。本級の運用により、米海軍は原戦及び原船艦隊の本格的運用という貴重な経験を手に入れた。 1955年度及び1956年度に2隻、ずつが計画され、建造コストの軽減が目指された。基本的な設計ではノーチラスを継承するものの、ノーチラスより排水量を1000トン減時、小型原子炉を採用したのである。しかし、機関本体の重量を軽減話えたものの、放射線遮蔽装置まで軽減するわけにはいかず、機関部全体の重量は、 ノーチラスの40%減にとどまった。結果として、線形の変更がなかったことと、相まって、速力の低下と後続力の短縮を招いてしまい、小型源泉の不経済性を世界で初めて立証することになった。本級の功績としては、北極海の氷塊における源泉の行動能力を実証したことにある。北極点の先行通過を果たしたのみだったノーチラスに、 対し、スケートは、1958年8月、北極海で最初の本格的な作戦行動を実施し、海表面に浮上。翌1959年3月には、初めて冬季の北極圏における作戦行動を実施した。1962年7月には、スケートとシードラゴン、SSN-584 シードラゴンは、北極圏で会合し、 最初の氷価戦闘演習を実施した。以上のように、技術的には目星さを欠いたものの、運用面での獲得物において、本級はなお意味深い。とはいえ、今日に直接的につながる新世代の潜水艦、すなわち設計当初から水中戦を試行した潜水艦の登場は、スキップジャック級を待たなければならない。ありがとうございます。